政府が市民に配布している憲法のパンフレット版。タイトルはベラルーシ語とロシア語で併記されている。ベラルーシ共和国憲法はベラルーシ共和国の根本法である。ソビエト連邦からの離脱を宣言してから3年後の1994年に制定されベラルーシの統治機構を定めるとともに市民の権利及び自由を定めている。 当時の議会にあたるベラルーシ最高ソビエトが起草にあたり、市民及び法律専門家の意見を取り入れて修正された。全文と9つの部、146箇条からなる。憲法の構成と内容は、西側諸国の憲法と、白、ロシアソビエト社会主義共和国時代の経験に大きく影響を受けている。多くの規定は、政府の機能及び権限を定めるものであるが、 市民及び居住者の権利及び自由に一章を割いている。制定後、1996年及び2004年の2回、改正が行われた。これらは大統領の権限を強化し、多選制限を廃するものであり、国民投票で承認されたが、野党勢力や選挙監視団体からは批判を受けた。ベラルーシが初めて憲法を制定したのは、 ソビエト共和国であった1919 19年であった。この憲法はベラルーシが1922年にロシア、ウクライナ、ザカフカースと共にソビエト連邦を結成する連邦条約に署名するまで使われた。白、ロシアソビエト社会主義共和国となった、この国は1927年に憲法を制定したが、これはソビエト連邦憲法を補完するものであった。 その後1937年、1978年と新しい憲法が制定されたが、後者は主に1977年、ソビエト連邦憲法における変更に対応するためのものであった。ベラルーシが1991年にソ連から離脱するとき、ベラルーシ最高ソビエトは、ベラルーシソビエト社会主義共和国の国家主権宣言を採択し、 自らに1978年憲法を改正する権限を付与した。そのすぐ後、政府は憲法起草のための憲法委員会を設立した。1991年11月、第一次草案を最高ソビエトに送付した。最高ソビエトがこれを承認すると、第一次草案は同年12月に交換され、国民のコメント、提案が集められた。さらに、第二次、 そして、最終の第3次草案が憲法委員会から最高ソビエトに提出され、第3次草案は1994年3月15日、最高ソビエト議長、国家元首、マヤキスローラブによって署名された。15日後に官報、ズベズダでこれが交付された。ついで、最高ソビエトは憲法に沿って、第13回回期において、施行法を制定し、 1978年白、ロシア s SR 憲法及び国家主権宣言をいくつかの例外を除き無効とした。また同法は2年の移行期間内に完職と政府機関を整備することとした。1994年以来、毎年3月15日はベラルーシで憲法記念日として記念され国の祝日となっている。憲法では権力分立が定められている。 ベラルーシ法では、各権力は分立するが、国民に奉仕するため共同しなければならないと、されている。また、大統領民主制が採用されており、首相の役割は、極めて小さくなっている。15の旧ソビエト連邦構成共和国の中で、ベラルーシは、ソ連崩壊後新しい憲法を制定するのが一番、遅かった。制定が遅れたのは、 最高ソビエトの議員の間の論争、また最高ソビエトを閉鎖しようとする反対派との対立のためであった。特に行政権と立法権との関係をめぐっては1992年及び1993年に激しく論争が戦わされた。初期の草案は最高ソビエト前議長、スタニスラフ・シュシケビッチから大統領に与えられた権限が大きすぎるとして批判された。 最終草案についても、野党のベラルーシ人民戦線から、二権のバランスを失しており、当時のビャチェスラフケビッチ閣僚会議議長が、大統領選に出馬することを許容しようとするものだと、批判された。ベラルーシ憲法の起草に際しては、オーストリア憲法、ベルギー憲法、デンマーク王国憲法、フランス共和国憲法、ドイツ連邦共和国基本法、イタリア共和国憲法、 スウェーデン憲法、アメリカ合衆国憲法など様々な国の憲法が参照された。また、ソ連政府により否定されていたベラルーシの伝統を復活させたいという希望も考慮に入れられた。憲法の構造はロシア連邦憲法と類似している。例えば、大統領の権限はロシア連邦大統領に与えられた権限と似通ったものである。全体として憲法は ロシア統合の動きから、ベラルーシの自立性を守り、ポストソビエトの時代の苦難に立ち向かえるよう強い国家原子を持ち、また国内の派閥の間の妥協を図ることができるようにとの考えに基づいて定められている。憲法全文で、ベラルーシは国際社会の一員としての使命を果たすため責任を負うことが宣言されている。この責任を実行するため、政府は、 全人類に共通な価値を堅持し、不可侵の自決権を基礎に置くとし、これは何、世紀にもわたるベラルーシの国家としての発展の歴史に支えられるとしている。また、ベラルーシは国民の権利及び自由を商用し、人民によって運営され法の支配に基づく安定、した政府を維持することを約束している。憲法第一部は政府の枠組みを規定し、政府は ベラルーシ人民によって運営されるとしている。政府は複数政党による間接民主制を取り、固有の外交政策を持ち、また必要な場合は、その独立のため防衛する。また、同じく第一部では、国家が国民の権利及び自由を保障することを宣言しつつ、国民は憲法によって課せられた義務を揺るぎなく果たす責任を国家に対して負うとしている。立法。 行政、司法の三権分立をとり、各権は互いに独立しつつ、チェックバランスの原則にのっとって協力することとされている。政府は憲法を呼びこれに従う法律に拘束され、憲法に適合しない法律は無効である。また法律は国際法に従い、ベラルーシは普遍的に認められた国際法の原則の優位性を認識し、法律がそのような原則に従う。 を保障することとされた。ベラルーシの領域は、オーブラス地と呼ばれる、地方行政区画に分けられる。オーブラス地は、さらに軍に、軍は死に分けられるほか、法律により特別の地方行政区画を設けることが、できる。国民は、ベラルーシ国内にいると国外にいるとを問わず、国家の保護を受ける。外国人及び、無国籍者も、憲法、法律及び条約に、 別段の定めがない限り国民と同等の権利及び自由を有し義務を履行する。他国で政治的、宗教的または民族的理由により迫害を受けた者に対しては亡命を認めることができる。公用語はベラルーシ語とロシア語とされる。また、中立と核の非保有を宣言している。第二部は国民の権利について規定する。国民の権利及び自由の保障は 国の施行の目標とされ、何人も異色獣を含む尊厳ある、生活水準に対する権利を有する。何人も、法のもとに平等であり差別されない。ただし、権利及び自由は、国家安全、公的秩序、公衆の道徳及び健康の保護、他者の権利及び自由を理由として、法律に規定された場合に限り制限される。法律に反する特権は認められない。 憲法の規定する権利及び自由の行使は、非常事態宣言または、戒厳令の場合に、憲法及び法律に定める手続き及び、範囲においてのみ一時停止される。何人も生命に対する権利を有し、死刑は法律に従い特に重大な犯罪についての、例外的刑罰として裁判所の判決に基づいてのみ課せられる。被疑者、被告人は、適正な手続きを保障され、 何人も、自己、家族または、近親者に不利益な証言を強要されない。また、居住移転の自由、心境の自由、婚姻及び、家族制度の保護、思想、両親の自由、表現の自由、集会の自由、結社の自由、賛成権、請願権、労働者の権利、財産権、保険医療に対する権利、環境に対する権利、社会保障の権利、 住居に対する権利、教育に対する権利、民族的アイデンティティに関する権利、文化的生活の権利が保障されている。他方、憲法及び法律を遵守し、国の伝統を尊重する義務、他人の尊厳、権利、自由等を尊重する義務、歴史的、文化的、精神的遺産を保全する義務、環境保護の義務、納税の義務、ベラルーシの防衛の責務が規定されている。 第3部のうち、第1章は、選挙制度、第2章は、国民、住民投票について規定する。選挙権は18歳以上の国民に与えられる。ただし、裁判所によって、投票能力がないとされたもの判決により身柄を拘束されたものは、選挙に参加することができない。選挙は自由選挙であり、有権者は、選挙に参加するか否か、 また誰に投票するかを自ら決定することができる。平等選挙、議員の選挙は直接選挙とすること、秘密投票の原則が定められている。国民投票、住民投票は国、社会の最重要問題を決定するために実施される。国民投票は大統領の発案により、または会員及び上院の提案により、あるいは45万人以上の有権者の提案により、 行われる。地方の住民投票は、地方議会の発案により、または、当該地域の有権者の10%以上の提案により行われる。第四部は、大統領、議会、政府、裁判所に分かれており、ベラルーシ共和国の統治機構を定める。ベラルーシ共和国大統領は、国家元首であり、憲法並びに権利及び自由の守護者であるとされる。大統領は、 国民の直接選挙によって選ばれ、任期は5年間である。大統領の職務は、第84条各号に列挙されており、会員の解散権、行政部の組織に関する権限、会員の同意のもと首相を任命する権限、その他の閣僚の任免権、裁判官の任命権、政府の会議で議長を務める権限など、広範な権限が与えられている。 ベラルーシ共和国軍の最高指揮官である。また、大統領は憲法に従い、大統領令、執行命令を発することができる。憲法に定められた場合には、法律と同等の効力を有する命令を発することができる。その他、大統領の辞任、途中解任、罷免について、定めがある。議会は、ベラルーシ共和国の立法機関であり、 会員と上院により構成される。会員は110名の議員により構成され、下院議員は国民の直接選挙により選ばれる。上院は地域代表機関であり、各大ブラス地及び民スク市から選出される8名の議員からなる。法案提出権は、大統領、下院議員、上院、政府にあるほか、有権者5万人以上の請求によって、 法案を提出することができる。会員には原則として選議権があり、両院が可決した法律は、大統領が署名する。大統領が法律に同意しない場合は会員に送付され、両院で3分の2以上の賛成で再可決された、時は法律として成立する。閣僚会議は国の行政組織の中心であり、行政権を行使する。 首相及びその他の各省大臣等で構成される。首相は会員の同意のもと大統領によって任命される。政府は行政各部を指揮し、国内外交政策の基本方針を作成し、予算案を作成し、法令の執行を保障する。司法権は裁判所に与えられ、特別裁判所の設置は禁止される。司法権の独立が保障され、裁判所には、 法令の意見審査権がある。裁判の公開、当事者対抗的な耐震構造が規定されている。意見審査権を行使するのは、ベラルーシ共和国憲法裁判所であり、12人の裁判官からなり、大統領、下院、上院、最高裁判所、最高経済裁判所または、閣僚会議の提案に基づき法令の貢献性を審査する。第5部は、 地方自治について定める。地方議会は住民により選挙され、自治体の主張は地方議会の承認のもと、大統領によって任命される。自治体は、経済、社会開発計画や地方予算を承認し、法律の範囲内で地方税を課す権限を有する。第6部は、第7章及び、第8章に分かれる。検察には、 検事総長以下の検察官が置かれ、省庁、地方行政機関、企業、団体、国民等による法律、命令、指令等の法令の厳格かつ統一的な執行を監視する。刑事事件の捜査、後半維持を行うほか、民事、刑事事件における裁判所の決定の法律的合成を監督する。検事総長は上院の同意のもと、大統領によって任命され、 その下の検察官は、検事総長によって任命される。国家観察委員会は、国家予算の執行、国家財産の利用、国家財産、経済、財政、租税問題に関する規制の執行を監査する。大統領により組織され、委員長は大統領により任命される。第七部は、財政、金融制度について規定し、国内における統一的な財政、租税、 金融、通貨政策を追求すべきとしている。予算には国家予算と各地方予算があり、歳入は法律により定まる租税、その他の義務的支払い等からなり、国の経費は国家予算の歳出でまかなわなければならない。決算報告は毎回経年度が終了して5ヶ月以内に議会に提出され、交換される。ベラルーシ共和国国立銀行は金融、 通貨の流通を管理し、貨幣の発行権を有する。憲法は最高法規であり、憲法と法律、命令、指令等の法令との間に抵触があるときは、憲法が適用される。憲法の改正は、大統領の発案または15万人以上の有権者の要求により、議会の両院が審議する。各議員の3分の2以上の賛成で可決されたとき、または、 国民投票で過半数の賛成を得たとき、憲法改正が効力を生じる。ただし、第1部、第2部、第4部、第8部は、国民投票のみによって改正し得る。第9部は、本憲法制定前の法律は、本憲法と抵触しない限りで効力を有する、ことなど、憲法制定に際しての経過措置を定める。1994年、 大統領に就任したアレクサンドル・ルカシェンコはすぐに大統領の権限強化の方向で憲法を改正する意向を述べた。1995年の国民投票において4つの質問のうち1つで議会が法律に違反した場合大統領が議会を解散できることとすることの逃避が問われた。これには反対する最高ソビエト議員がいたが77%の支持を得た。 1996年11月、ルカシェンコ大統領は最高ソビエトの抵抗を押し切り、国民投票を実施した。これに先立ち、1996年9月、最高ソビエトは自ら国民投票を実施しようとしたが、憲法裁判所によって憲法に抵触するとして、退けられていた。11月の国民投票は、大統領の権限を強化するもので、 次のような内容を含む。一院制議会である最高ソビエトを廃止し、二院制の議会を設置する。ルカシェンコ大統領の任期を1999年から2001まで延長する。国民投票では750万票中84%が賛成し、同年11月28日、ルカシェンコ大統領は改正に署名した。百九十六年の国民投票は、 新しい議会からの野党の排除につながった。透明性投票の水増し疑惑により、欧州連合、アメリカ合衆国その退屈かの国は投票の結果を承認していない。2004年には大統領の多選制限を緩和する憲法改正案が国民投票にかけられた。それまで大統領の任期は2期までに制限されていた。投票率は90%近くに上り、 77.3%が多選制限規定の廃止に賛成した。憲法改正は同年10月17日に実行された。1996年の国民投票と同様、投票の有効性には疑問が提出された。欧州安全保障協力機構によれば、多くの投票所には独立の監視人が配置されておらず、OSCE の 自由かつ公正な選挙の要件を満たしていないという。他の NGO の指摘では、有権者の半数以上は投票に参加しておらず、政府の報告には歌手があるという。2年後の2006年、ルカシェンコ大統領は83%の得票率で参戦を果たした。その後も、健康の許す限り政界を引退せず2011年の再選を目指すと述べた。 二回の国民投票とも国内の野党勢力及び国際的な選挙監視団体から透明性に欠けるとして厳しい批判を浴びている。1996年の国民投票では野党民主化勢力は投票のボイコットを決め、その選挙では投票所に政府側の支持を訴える広告が貼られているなどの問題があったことが指摘されている。野党勢力は 1996年の最高ソビエト解散が最後の民主主義的議会を失わせ、ルカシェンコの意のままになる議会を生み出すことになったと主張している。1999年、国際連合の裁判官及び弁護士の独立性に関する特別報告者は、ベラルーシを訪問後、法律、シ令エト憲法との不整合性を指摘している。ありがとうございます。